皆さんこんにちは、ブルーマンです。さあ今回もトレバの面白い台を見かけたのでプレイしていきたいと思います。で今回チャレンジする台がこちらです。ちょっと前に自分の動画でも紹介した台のですね、第2弾という設定になるんですけども、このボールをですね掴んで真ん中の上にある、リングみたいなところに入れれば景品獲得になる台ですね。今誰もプレイされてなかったんですけど、プレイチケット4枚あるので獲得目指してやっていきたいと思います。で最初ねボール左側にあるんですけど、これが初期位置ですね、なのでアームでですね、まあ、横はちょんと押して、位置奥をちゃんと合わせて掴んでいきたいと思います。まあ、これは1回目なので、まずとりあえず様子見みたいな形でやっていきたいと思います。まあ、ボールがねリングの方に向かってくれるのかどうかとかが非常に重要なんですけども、なんとね一発撮りしましたね。これはね本当自分もプレイしてる時に叫んだぐらいだったんですけど、この毛玉犬っていうのかな、ぬいぐるみ S サイズというのを獲得することができました。まあ、1手でね獲得できたので、すぐ誰でも取れるのっていうふうに思うかなと思うんですけど、これ多分ね何十回かに1回だと思います。他の方もプレイされてるのをずっと見てたんですけど、かなり自分は運が良かったんじゃないかなと思います。でまあしっかりとねポイントは、ボールを掴むというところで、まあ、寄せたりね、あの奥どこ狙ったら方がいいかみたいなところは特になくて、まあ、やっぱり運によるのかなと思うんですけども、かなりね運がいいとこんな感じで一発撮りできますし、他の方のねプレイ動画もリプレイ動画とかにアップされてたんですけども、まあ、同じような感じですね。最初ボール一番左側にあるので、横移動に関してはちょんとね横を押していただいて、奥に関してはまあど真ん中くらいでいいんじゃないかなと思います。気持ちねちょっと手前側の方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、ど真ん中よりちょっと手前側を掴むとですね、こんな感じで落ちてくれて、で、ボールがねリングの方向かってくれれば一気に獲得することができるので、もし興味ある方は概要欄にリンクの方ですね、台のリンク貼っておくのでチャレンジしてみていただければと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。